関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は征夷大将軍につき江戸に幕府を開いた。信行は弟幸村の除名が許されたことを深く感謝し、上田藩主として家康と幕府に献身的に尽くした。やがて関ヶ原の戦いから15年後、豊臣家は幕府と決裂、大阪城に挙兵した。信行は家康の目指す太平の世を完成させるため諸大名とともに軍を率いて大阪城を囲む。大阪城にこもる浪人たちの中には関ヶ原の敗戦後九度山に蟄居を命じられていた幸村の姿があった。真田の将、大阪の陣。この地稲も続きます。幸村が豊臣方に。さようか。申し訳ございませぬ。ですが弟の分までこの信行が働いてご覧に入れます。いい手は真田のため、弟のためか。そなたは幹となって咲かせたいのだな、幸村という花を。だが花は散るものだ。わしも徳川という木から花が散るのを幾度見てきたか。さぞやおつらかったことでしょう。花の散るのを惜しむのは人の勝手な解釈に過ぎぬ。花は散り、明くる年にはまた開く。民という花、将という花、時を超えて咲き続けることにこそ意味がある。よいな信行、花が散るのを悲しんではならぬ。大阪城の包囲はなった。総攻めを始めよう。この一戦にて乱世に幕を下ろす。この真田丸こそ守りの要、いかな敵とて寄せつける。全救援攻今お前が何を考えるか私には分かる。親方様が私に覚悟を促した時が来る。中軍の手を徳川幕府を乗り取らない切れとせる。死守せればならぬ。ここは入れ。
味方も苦戦しておるか。さすがは雪村よ。ならばこちらは大筒にて敵を崩す。準備急げ。このままではまずい。急ぎ大筒拠点を落とし攻撃を食い止めよ。任せて。さあみんな縦に分かれて出撃よ。大筒は徳川軍の切り札。邪魔はさせない。
真田丸は落ちた。豊臣に勝ち目はないぞ、雪村。落城も時間の問題か。だが私が怒られる豊臣の勝負じゃ。死ねる。命を落として戦った者のためには。承知いたしました。何としても落ち延び豊臣の世を繋ぐ。解剖話せないな。
拉致者、イナが成敗いたしました。頼もしき同志を得て私は幸せだ。あとは私に。厳しい状況だな。秀頼様が撃たれたか。もはやこれまで。せめて家康君を撃ち、あと散らん。家康様のもとへは行かせぬ。通してください。そうでなければ私は。雪村、来い。勝負だ。この日が来ることは知っていた。覚悟はできている。花と血はこの雪村の役目なれば。兄上、真田の血を頼みます。魂はこの雪村が引き受けた。雪村私が守っていこう。